階のこのスペースが木置き場に、あ、違う、ケース置き場にしようかなって感じです。お願いします。お願いします。お願いします。東京の杉本です。あ、杉本さん、お久しぶりです。よろしくお願いします。お願いします。主催じゃないんで表情が柔らかいです。よろしくお願いします。サミットサミットサミットよろしくお願いします。ローで。これね、画面が割れちゃったんですよ。一旦視聴者の皆さん、うわ、ほんまや。一旦降りてきてもらってもよろしいでしょうか。まあ、足とか使っちゃってるから。なるほど。自業自得です。皆さんいらっしゃるか見えないんですけど、あのスターパインズカフェさん急遽開けていただきました。本当にありがとうございます。お世話になります。本当にありがとうございます。あ、頑張ります。私です。カホンサミットもうバタバタですよ。ほんまにすいませんね。ありがとうございます。大変なことです、ね、楽しんでいってしよう、ね、いやでもなんかもう楽しいのは確実なんで、あとはもうあのどれだけ進行をしっかりできるかそれにかかってると思います。頑張ります。皆様ようこそいらっしゃいました。ありがとう。カホンサミット、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 ありがとうございます。よろしくお願いします。
初めて発表した外に出てない情報です、これは。そうなんです、どうやったら表紙になれますか。三田勇者君の瞳は僕をもう見ない、もう見ない、日本で作らんっていう提案をこのメンバーがいるときにしたいと思ってずっと隠してましたけど、ここに記念日登録申請書があります。本気だ、本気。これはまだあの PDF でコピーしてきたやつですけど、これで
8月5日ね、あ、8月20日が花本の日だったけど、日本人でね、花本っていうのはスペイン語で箱っていう意味です。でずっと箱箱言ってきました。8月5日じゃん、日本だったら。だろうと思って、今日ねみんなの前でちょっとこれ申請したいんだけどどうかなっていうことを言いに来ました。通るかわからんよ、通るかわからんしお金もかかります、ちゃんとお金もかかります。でもこれをもしこのメンバーでみんなで申請できたら毎年お祝いができるなと思って、そしたらさまた2025とか2026とかね、スターパインズカフェさん開けていただいてもうここでやる気満々だったりして、こんな感じで続いていけばいいなと思ってます。まあこれが僕からの提案です。サミットはもしかしたら次は来年は8月5日になるかもしれない。箱の日がもし通ったら5日になるかもしれません。頑張って通そうと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。